変身。愛知声優名のもと言ってる高崎さんだ。本日はですね、こちらウルトラディメンションカードセット04でございます。はい、ついに04まで進みましたよ。これね、ウルトラマンデッカーのダイナミックタイプっていうね、これまでフラッシュ、ミラクル、でストロングとね、まあダイナの基本3形態と同じ名前のねタイプが出てきたんですけど、それとはまた違ったね、ダイナミック、まさにダイナに近づけたような、そんなね名前のタイプが出てきました。でも見た目今までと違った感じだよね。まあ音声聞いていきたいなと思います。はい、まあ、それにねニュージェネレーションヒーローズのね銀河ビクトリー X もついてますからね、音声めちゃめちゃ楽しみです。でアルファエッジもついてね、これめっちゃいいっすよね。スフィアレッドキング、いや俺はグレゴールジンをつけてほしかったこちら銀河ですね。でビクトリー X でデッカーのダイナミックタイプで Z のアルファエッジでスフィアレッドキングね。こういうなんかさ、昔からずっとある怪獣の合成獣としてさ、スフィアの出してくれるのめちゃめちゃ嬉しいよね。ということでね、早速 D フラッシャーで音声聞いていこうと思います。すげえ、最近のさ、銀河のさ、音声プラスアルファで、銀河クロスシュートまで言うってすごいな。結構ちゃんとしてるぞ。銀河クロスシュートとかビクトリウムシュートって音声があるのめちゃめちゃいいよね。普通に光線だけかと思ったけど、ちゃんとさ、こういうのになるっていいよね。じゃあこっちはあれかな、 X だったらザナディウム光線って音声もあんのかな。楽しみだな、それは。こっちはないんだ。宇宙拳法、秘伝の神業。ドラマ、ゼット。先こっちからやろうかな。
緒だ。じゃあ、行きますか。ほとばしれ、ダイナミック、でかこっからの、これで、こういってこうだったよね。すごいよね。こっちでも音声聞いてみますか。せっかくさ、いっぱい集めてるからさ、なんかもうちょっと確認したいんだけどさ、何があんのか全然わかんないんだよね。6兄弟セットでなんかいろいろできる気がするかな。というわけで以上、ウルトラディメンションカードセットの、紹介でございました。